はい、皆さんこんにちは。レナです。ダカです。エッティブログです。今日は私たちの2年記念日です。結婚2年です。おめでとうございます。私たちに拍手ってどういうこと？結婚2周年。あっという間に終わりましたね。はい先生何よあなたはいって感じは、いやもうめちゃめちゃ長かったよっていうはいだった。長い2年だったなと思って。このはいにいろいろ入ってたよはい言ってすごい長かったなと思ってだって世界一周終わってさ、ドタバタの中さ、結婚のプロセスして、結婚して、はい、でその後直後にもう俺はサラリーマンで働き始めて、ブワーっていろいろこう波がありつつで、途中はね、YouTube も再開したりして、この2年間でこういろんなライフイベントがあったよ。でも全然こんな感じじゃなくてこうだよ。まあね、基本的にこう順調に来てるから車も買ったし、そうだね会社を立ち上げたし、 YouTube もやり続けてるし、はい、タカも仕事で頑張ってるし、はい、全部いいことに聞こえるんだけど、波はどこにあるの？教えてはないないない、大丈夫、安心してだよねだよね順風満帆です。はいはい、ということで2年経ちました。去年はちなみに、うん、何をした？去年の記念日もう覚えてない。去年の記念日あれだよ、川文さん行ったじゃん。そう、料亭川文でめちゃめちゃおしゃれなディナーを食べた。そうだね、あとでちょっと食べに行くけど、全部動画に映したくなくて、本当にタカと2人のロマンチックな時間を過ごしたいから、皆さんごめんなさい。あの、そうだね、後では撮らない。たまには動画に撮らずプライベートな時間っていうのも YouTuber には大事です。プレゼント交換を皆さんと一緒にやりたいなと思いました。さっきね、こうブワーっと2年の振り返りあったけど、なんか印象に残ってるポイントとかありますか、社長？ YouTube が再開できたところが良かったね世界一周が終わって、一時期 YouTube が 3,4 ヶ月ぐらい更新止まってたじゃん。うん、だけどまたね、YouTube を再開しようって言って動画撮り始めて、すごい良かったと思うよ。どうしようという感じで、うん、まあ、世界一周の YouTuber だったから、そうだね、日本に帰って撮ることないんじゃないと思ったら、今2年経ったでしょ。うん、意外とあったね。そう、もう意外と2人の普通の生活をブログにしてっていうで、皆さんが楽しんで見ていただけてるので、はい、よかったよね、本当にね。本当にこの2年間でいろいろありましたね。ありましたね。で、まあ皆さん、私たちはこの2年間で何をしたかって知りたい人は、うん、YouTube の AT ブログチャンネルのシーズン2を最初から最後まで見れば。そうだね、もうこの2年間がギュッと詰まってるよねそう、3日に1本動画上げ続けてきたので、はい、週末で2人過ごしてるのが全部 YouTube にアップしてます。振り返ろうと思えば YouTube の動画見ればいいんだよね、自分たちでも。忘れてたなだなと思ったら、じゃあそれをやりましょう。動画を見ればさあ、このタイミングにこういう旅行したねとか。やりましょう。はい、ここ1年前、川文さんね。で、その後は、お、前撮りもやりましたね。あ、そうだ、結婚式はやってないんだけどその前撮りで12人へ来て、撮ったじゃん、うん、そう、カツラをつけて、あとは前撮りしましたね。平安時代の服装で、そうめっちゃ面白かったね。いろんなとこ行ったね。馬込塾とかに行ったりして、あと ZIP!FM、 ここのラジオに出演しましたね。ラジオに出演した、それも楽しかったね。はい、去年の11月に和歌山に行って、川湯温泉行って、白浜行って、レナさんを海に落としてブチギレられてレナがガチでキレてる様子を見たい方はこの動画見てください奈良に行ったね。奈良行ってレナが今度は鹿にガチギレするっていうね恐ろしい女です。で、沖縄行ったね。沖縄行った。沖縄楽しかったよ。今年も沖縄に行くね。また行く。11月に行ったのが10月、11月ぐらいがおすすめだと思う。意外と良かった、ね、まだ海入れるし。そうそうそう。あ、いちご狩り、うん、いちご狩り行って、他の狩りもいっぱいあったでしょ。さくらんぼ狩りも行ったし、ブルーベリー狩りも行ったし、あ、アユ狩りもしたしね。あ、そうだね、アユつかみあ、これ琵琶湖とかにも行ったし。あ、琵琶湖旅行行きましたね。
琵琶湖ホテル泊まってで、いろんな車に乗って、そう、いろんな車乗ったね、ほんとにいろんな車に乗って過去1年で多分20台ぐらいは乗ってると思う、高級車、いろんな車にかもしれないね。うん、で、富山に旅行行ったね。そうだね、立山に行って、10メートルぐらいの壁を見るっていうね。最近、まだ2ヶ月ぐらい前、歯を抜きましたね。これが俺の1年間の中で一番ビッグイベントかもしれない。そう、ビッグイベント、うん、歯4本一気に親知らずを抜いて、そうだね、かわいい。2週間ぐらい痛い痛い叫んでましたね。うん、まあそんな感じで私たちは本当に楽しく1年ね、過ごしました、ね、いろんなイベントがありましたよ。私たちは今年お互いにプレゼントを交換することを決めました。タカは仕事で出張に行く可能性があるからカバンが欲しいと言われたからポールスミスビジネスバッグレナさんに買ってもらいました。はい、どうぞ。ありがとうございます。ビジネスバッグだね。でタカはおしゃれな買ってもらいました。タカはおしゃれなものじゃないとか、プライベートでも使えそうだけど、そう、もう一目惚れしてもうこれがいいって言って決めました。もうこれで出張行ってテンション上げて遊んできます。遊ばないで、出張は遊び、出張は遊びに行くためのものだからね。仕事だよ、仕事。いただきました、ありがとうございます。はい、はい、終わりましょう。ということでこの1年私のプレゼントこの1年楽しかったね。最後に抱負を言って動画を終わりましょう。何？私のプレゼントは？はい、ということで続いてレナさんへのプレゼントですね。ちなみにレナさんへのプレゼントもバッグです。コーチだよ。どうぞ。ありがとう。私コーチが大好きだよ。コーチの財布とか、あとそうです、付き合い始めて1年目も確かコーチの財布をプレゼントして、それ今も使ってるもんね、うん、長く、もうずっと長く使ってるよ。はい、これこのカバン、シンプルなデイリーバッグって感じかな。大人でしょ。うん、これにも合う。今から行くときにこれが使えるよ。そうだね。嬉しい。あとめちゃめちゃ入るから、めちゃめちゃ入るから、そうだよ。俺のサングラスとか俺の財布とかもここに入れてもらおうかなと思ってます。だって俺がまあプレゼントしたから俺のものを入れれるっていうね、そのために買いました。最悪。レナは文句言えません。最悪。ということで僕の荷物を持ち運んでください。よろしくお願いします。これから1年よろしくお願いします。大好きだよって。ああ I love you とか。はい、私たちは今から食べに行きまーす。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。